ここの集落も5年ぐらい前にこの傾斜地農法が世界農業遺産認定されて今非常にまあ注目を浴びている地域なんですけれども、見ての通り向かいの山はずっと山ばっかりでありまして、もう自然と四季折々の季節が体験できる。それから森ではやっぱり近頃ではその獣害ですかね、イノシシ、シカ、サル、タヌキ、ね、カラスとかそういういろんな小動物から大きな動物までいらっしゃいますけれども、狩猟体験みたいなものも体験できますし、12月、1月、2月、3月頃の狩猟の時期にはそれは味わえると思います。それから山から下ってその農業遺産の傾斜地農法では農業の収穫体験とか作付け体験とかそういう学びができる非常にいいスポットでないかなというふうに思っております。まあ、少し距離は離れておりますけれども、桂橋は平家の落ち人が逃れてきて敵から攻められた時にその橋を落として自分たちの身を守るというような形で桂の橋をこしらえたと。高いところから川が見えるで足をこう送っていかないかん、そこのスリル感があって、で桂橋ですからゆらゆら揺れる、そういうところに魅力も感じるんじゃないですかね。大ボケ小ボケ、まあ岩に囲まれた川、そこを渡っておりますが非常に危なかって、大きく危ない小さく危ないとかね、歩く道というふうな意味合いではないかなというふうに思いますけどね。あそこの魅力はその岩と紅葉のマッチングといいますかね、そういう移り変わりが非常に綺麗です。まあうちはそのいうジビエ料理専門店なんで、イノシシ、鹿のジビエの料理とこの世界農業遺産認定地の傾斜地農法で採れた野菜を組み合わせた料理を提供させていただいております。まあ、集落の近くでしか漁をしてないんで、捕獲するとそのもう5分ぐらいの間に自分のところに持ち帰って解体しておりますから非常に新鮮さがあります。そこであえてしゃぶしゃぶ何にも入れなくてそのまま食べていただくと、田舎料理だけですから自然の素材そのままをいただいておるというのがここの売りでもあります。私が住んでいる和木町はですね、徳島県の真ん中のあたりになります。周りは見ていただいた通り山と川しかないようなところなんですけれども、古い城下町もあってとてもいいところですね。うだつの町並みといいますけれども、白壁がずらっと並んでて、うだつが上がるっていうそのうだつがもうずらっと数百メートル並んでるんですけれども、何かこう江戸時代にタイムスリップしたような風景で、すごく素敵な風景だと思います。もともと藍で栄えたうだつの町並みです。藍染め体験とても人気で、いろんな方に来ていただいております。スカーフであったりハンカチであったり、皆さん思い思いの柄付けをするんですけれども、本当にこれがどんなものになるかって分かってないんですよね。それとちゃんとできるかっていうことも分かってないんですけれども、いざ染めて染め上がって洗って広げた時にもう皆さんびっくりするので、こんなにすごくすごいものがその日のうちにできるのかっていうのと、自分が染めたっていう感動と、この色合いですね、何とも言えない独特の藍色に皆さん感動してびっくりされております。うだつの町並みを含め古い家並みがずっと続いておりまして、来ていただくともう圧巻の景色だと思います。そういうのを感じていただいて、できれば藍染め体験をしていただいたりしてゆっくり過ごしていただきたいなと 思っております。でも来た途端におーっちゅうね、これ何かと思うんですけども、やっぱり目の前が山ばっかりじゃきんかなと。音が何もしない、何の音もない、小鳥のさえずりだけ、風の音、空気の音、なんか癒されると言いますかね、何か構えるんでなくて、気安く来ていただいて日本の昔の生活を共にしていただければありがたいなというふうに思いますね。